ジャパンサッカーカレッジは新潟県に本社を置く NSG グループの学校法人国際総合学園が運営するサッカー専門学校である。略称は JSC。ジャパンサッカーカレッジは 2002FIFA ワールドカップが開催された2002年に NSG グループのスポーツ専門学校アップルスポーツカレッジのサッカー部門を独立させる形で 新潟県北貫原郡聖老町にて創設された。選手やコーチ、レフェリー、トレーナー、サッカービジネスに関する学科のほか、高等分も設置されている。また、日本プロサッカーリーグに加盟するアルビレックス新潟の育成組織としても位置づけられている。敷地及び校舎は2000年に、聖老町立聖老中学校への統廃合のため、 廃校となった旧セロ調律亀代中学校のものを再利用している。毎年 J リーグ、なでしこリーグ、JFL などのクラブに卒業生を輩出している。J リーグに対しては2017年度25名を輩出し2018年4月10日現在でリーグ54クラブのうち47クラブに選手やコーチ、フロントスタッフ、マネージャー、トレーナーとして 百1 4 6名が在籍している。なでしこリーグについても、11クラブ計20名の卒業生が在籍しており、JFL には8クラブ計17名の卒業生が所属している。サッカー専攻科の生徒は、北新越フットボールリーグ所属の JSC チームの一員としてプレーしている。なお、JSC 以外にも、カップス、セイローなどのクラブを2チーム有しており、 全盛期には一種登録だけで最大7チームが活動していた。また、S リーグに所属しているアルビレックス新潟、シンガポールにも同行出身者、あるいは在学者が参加している。一種キューブ中チーム成績ジャパンサッカーカレッジ、編集カップス成労、編集指導者養成インストラクターによる指導や、プロの現場へのインターンシップにより、ライセンスを取得し、即戦力となる。 コーチレフェリーを育成。サッカートレーナーに必要なあらゆる現場力を習得。女子サッカー選考課は高等部女子との合同チームであるジャパンサッカーカレッジレディースを有する。また、アルビレックス新潟レディースにも学内選考をパスすれば、なでしこリーグで活躍できるフィールドが用意されている。女子成績ジャパンサッカーカレッジレディース編集高等部は、 学校教育を平け市学園高等学校と提携して行っており、高等学校卒業資格や、専修学校、高等課程卒業資格が取得できる。男子は、開始学園ジャパンサッカーガレッジ高等部として、北信越プリンスリーグや、全国高等学校総合体育大会新潟県、大会などに参加している。女子は、単独チームの、 海市学園ジャパンサッカーカレッジ高等部女子の他に、女子サッカー専攻家と合同チームのジャパン、サッカーカレッジレディスでプレーしている。また、2005年よりアルビレックス新潟ユースの選手は、海市学園高校に入学しているが、海市 JSC 高等部との二重登録ではない。二種。ありがとうございます。